んにちは、さきさんです。今日はですね、私が普段使っているアクセサリーを入れているアクセサリーケースの中身を紹介していきたいと思います。動画をね、よく見てくださっている方ならもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、私イヤリングを結構つけるのが好きで、いろんなイヤリングを持ってて、そのアクセサリーケースはほぼイヤリングが入ってるんですけども、どんな種類があるのかちょっと紹介してみたいと思います。こういう感じの100均とかに売っている小分けになっているマルチケースに収納しています。私アクセサリーは圧倒的にイヤリングが多いので、ほとんどイヤリングになるんですけども、一個一個見ていきたいと思います。まずここから見ていきましょう。えい、ここにはまずこの緑色のラメのギラギラのイヤリングと赤い丸いイヤリングの2つ入れてます。丸い形のイヤリング結構好きでいっぱい持ってるんですけど、はい。で、ここはこういうお月様みたいな形、これはね、むーちゃんに何年か前の誕生日にもらったやつです。そしてここは赤い大きなハートマーク、ここが紫の丸と、これは、ちょっと、青っていうかネイビーっぽい、このギラギラのグリッターのやつです。これも丸。で、ここは、これあんま使わないんですけど、こういうちょっと斬新な感じのイヤリングです。これ、あんまり使わないですね。持ってはいるけど。で、こっちの、これは、チョーカーって言って、こう首につけるやつですね。あんまり普段は使わないんですけど持ってます。で、ほい、ここはこれもハートマーク、ピンク色のぷっくりしたハートのやつと、で、これはあのマムシステーションの時につけるバッチみたいなやつですね。そう、マムスタ可愛いですよね。で、この2つは相方をちょっとなくしてしまった感じのやつで、全部片方しかないんですよね。これもね、最近気に入ってずっと使ってたのに、最近相方がちょっとどっかに行ってしまって、捜索しております。全部めっちゃ気に入ってるから、ちょっと悲しいんですけど、なくしがちです、イヤリング私。こっちは、これはサクランボの形をしたネックレスですね。これもあんまつけてないけど、持ってて。これはですね、何年か前に USJ でセーラームーンの、アトラクションをやってた時の、これセーラームーンなんですけど、USJ で買いました。めっちゃ可愛いですよね。これ左右で色が違って。めっちゃ可愛いんですよ。で、これはネックレスです。ちょっとおしゃれな感じの。そして、これもイヤリング。でもこれなんかもう形えぐいことになっちゃってる。踏んでしまったんかな？これもうダメですね。私指輪全然つけないんですけど、持ってます。ってやつです。で、ここはネックレス。ここのネックレスはめっちゃ絡まってたので、またいつか紹介します。で、ここもネックレス。キラキラがついてるネックレス。で、これはイヤリング。これは最近買ったやつですね。こういう黒い。で、これは謎の、なんか知らんけどヘアゴム。ちっちゃい子がつけるような。と、これもイヤリング。イヤリングじゃないや。ネックレスです。こういう感じだ。ゴールドが多いですね、ネックレスは。で、ここが指輪ですね、これ。これもね、もうほとんどつけないんですけど、マック。これ唇。で、これは高校生ぐらいの時にディズニーストアで買った、プリンセスのジャスミンをイメージされたリングです。めっちゃ可愛い。これも本当は2個セットだったんですけど、買ったその日に1つなくしてしまいました。悲しい。で、最後、ネックレス。まだね、全然つけたことないんですけど、こんな感じのネックレスです。てな感じでございまーす。ということで、本日は私のアクセサリーケースを紹介してみました。次回もお楽しみに。バイバーイ。